いた白い木が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく遠く高い空の中で手を伸ばす白い雲君が入る一日が終わり人々が家路へと急ぐ頃俺の一日は始まるずっと昔の元のようだね川物上を雲が営業時間は夜12時から朝7時頃まで人は深夜食堂って言ってるよ客が来るかってそれが結構来るんだよ